デイビッド・グラハム・クーパーは、南アフリカ出身のイギリスの精神科医、反精神医学の指導者の一人、1955年にケープタウン大学を卒業。アルゼンチンを経て、その後ロンドンに移り、いくつかの病院や統合失調症患者のための施設などで働く。ロナルド・リー・レインと共に、ロンドンのフィラデルフィア・アソシエーションの設立メンバーとして、研究生活に入り、 現象学研究所所長、また、実存精神治療を広め、理論体系化することに関心を向ける。1967年、反精神医学を唱え、精神分裂病の原因が明らかではないこと、客観化できる兆候がないことを根拠に、精神分裂病は存在しないと主張した。その理論は、精神医学界の新しい主張としての地方を固めつつ、あるが、 大方の承認を得るまでには至っていない。1967年には、レインと共に、ロンドンで、哲学、人類学、政治学など多様な専門分野の人々による集会、ロンドン半大学を企画開催。この主要公演は、解放の弁償法として出版された。同年、ミシェル・フーコーの、狂気の歴史英語版の序文を執筆。狂気は、 現代において一種の失われた真実となったと述べた。続く10年、狂気のポジティブな側面を模索し、個人を解放する力と位置づける。狂気は一個人の人生における永続的な革命であり、より完全に実現された世界への帰還という暗黙の約束を待つ自己の解体であると述べた。ロマンチックな思想は、レゾーと言われる求心左翼運動に影響を与えたが、 バザリアラの改革に対立する一面もあった。現代精神医学の音村田忠義サンパウロ122から123ページ、解放の弁償法ユらくんび。解説、レフォンドモンコンストラクティビスデールアンティサイカイアトリー。2018年11月11日閲覧。アーサー・スティルアービング・ベラディ、エド・ディライティング・ザ・ヒストリー・オブ・マッドネス、ラウトレッジ。 ありがとうございます。